先月13日、萬神海水浴場で柏崎市消防署の入沢武弘さんが潜水訓練中に溺れて死亡しました。これまでに陸上で監視する隊員がいなかったことや、入沢さんが直近の訓練中に体調不良を訴えていたことなどが明らかになっています。柏崎市消防本部は弁護士や大学教授などがメンバーの事故調査・再発防止検討委員会を設置。今日の初会合で委員に事故が起きた経緯などを説明しました。助けてって言ったっていう意味は浮いてたってことでしょ。ところが最終的に沈んじゃってるんですよね。どうしてかなとかね、そういったようなところはやっぱり疑問でしたね。ご本人がね、体調がどんな感じだったかっていうのを、それから焼き上げ場合によって辛いかもしれないじゃないですか。だからそこら辺がどんな感じだったかっていうことを、じゃあ同僚はどうしてるのかっていうの問題あるでしょ。だからそこら辺もいろいろ聞いて確認したいなとは思ってます。委員会は期間を設けず調査する方針で、次回は来月開催される見通しです。